皆さん、やっさーやっさーやさぐれナイトのユミとユートがお届けするやさぐれナイトの楽屋へようこそ。ということで皆さんね、はい、お待たせいたしました、ユミが前にゲットしてきたトゥンセラーメン、トゥンセイ行こうかなって思うんですが、はい、今回はね、いきなりトゥンセに行く前に、ちょっとね、ワンクッション置いた方がいいかなって思って、ああね、それも、なんか一番辛いとかってそうね、でもね見てたもんね。この前ね、たまたまね、韓国食材を売ってるお店にね、はいはいはい、行ったね、行ってきたんですよ、うん、そしたらね、そこのお店の韓国の人がね、まあこれめっちゃ辛いでっていうのを教えてくれてね、そう、今一番辛いんだよっていうね、トゥースより辛いっていうのはまた後日ね、お届けしようかなと思うんですけども、今回はトゥースよりも多分辛くないであろう、いやもう辛っ、ポクミョン辛いんだから辛いよ、もう全部なんでもっていうね、おとぎのね、じゃじゃーん、おとぎの夜ラーメンをねゲットしてきましたのでね、ユミのウォーミングアップ、熱って書いてあるし、ね、トゥンセに行く前に、この夜ラーメンをね今回ね食していこうかなと思いますんで、今回食すのはおっおとぎの夜ラーメンということで、はい、美味しそうだね。でもね、これ行ってみましょう。今日はね、ここに唐辛子が2本バンバンってでかいのあるんでね、これちょっと期待通りでいい感じだと思いますんでね、絶対辛いやつだよね、皆さんお楽しみにしておいてください、はい、作りたくないけど、はい、それではこれのクッキングタイム完成です。イエーイ、夜ラーメン、うまそうだね、辛そう。どう、作ってて。あんまりね、作ってる時に匂いは、その辛いよっていう匂いはね、あんまりしなかったんだよね。なんだろう、うん、だな、あんまり辛い感じしないな、そう、でも辛いと思う。本当。やばそうな香りはした？やばそうな香り？うん。作ってて目になんか辛さが来るとかさ。そういうのはね、あんまりないんだけど、嫌な予感がするんだよね。嫌な予感。うん。もうなんかこのパッケージ見ただけでさ、辛いじゃん絶対。まあな。でしかもこのシリーズは、辛くないことはないから。絶対にこのシリーズは、うん、どのシリーズか分からない、分かんないけどね。じゃあ韓国シリーズね。韓国シリーズね、ちょっと大雑把にして、韓国シリーズは全部辛いから、そう、辛さが普通な人には多分、絶対辛いと思う。本当に、うん、じゃあ、はい、皆様、はい、いただきます、いただきます、実食。ではユミちゃん、はい、行きましょうか、ユミの悶絶タイム、ね、行きましょうか、はい、はあ、嫌なのそう、今日ね、しかもあのスケートのね、牛乳くん来てないんですよ。あ、来んかったの？オファーは出したの？そう、オファー出したんだけど、今日はもうあの代打のコーヒーくんで我慢してって言われちゃって。あ、本当に、そうなんです。いい仕事するかな、コーヒーくん。わかんない。はい、では食してください、はい、じゃあいただきます、はい、いいよね、いつも少ないから無理だよ、いただきます。一気にいったね。うん、一気にいった方がいいかなと思ったんだけど、半笑いだね。痛い、痛い、これ痛い、痛いの、うん、痛いしっかり痛い、うん、うん、どうなん、辛さ的には。辛い、食べれんかなぐらいではない、食べれるな。あのね、今ちょっと一気にいったからまだいいけど、
ズル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 って吸ったら絶対むせるやつ。あ、吸っちゃいかんけ。うん、あ、汁はどんな感じや。飲みたくないけど、ちょっと一口じゃあ。これね、飲んだらいかんやつ。飲んだらいかんやつ、うん、味はどうなの。辛い。喋れないって。はい、あのね、味は、うん、もうなんか辛くて分かんない。いや、あのね、味はね、美味しいと思うんだけど、うん、美味しさより辛さが増してるから。ほうほうほう。でもね、あの書いてあったのは、うん、牛の何だし、そう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 、はあ、もう飛んじゃうじゃん、もう辛さ飛んじゃうよ。牛だし骨とかそういうので取ってあるから、すごいなんかコクがあって美味しい。美味しい、美味しいんだけど、はあ、辛さが勝つ。しかも今まだしびれてる。なんでここまで辛くしなあかんのやっていう感じなんや。そう、はあ、これまた胃が痛くなるやつ、ね、胃が痛くなるやつな、うんうん、じゃあはい、どうぞどうぞ。いただきます。お預けタイムから、辛っ。ちょっと汁だっけ、まずね、うん、その牛だしのやつね、うん、もう辛いし汗かくし、もう、うん、コーヒーじゃ効かないな、今日も辛さ。辛くないよこれ。辛くないの？なんだろう、芯よりは辛いかな。どうなんだろう、芯と変わんないぐらいじゃないのこれ。うそー、わかんないけど、いや辛くない全然。ほんと？なんか普通の韓国ラーメンにこれね、でも、うん、麺がね、すごいツルツルもちもちなの。そうそう、もちもちしててね、美味しい ね、 ね、これ、うん、どう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 、こうやって取った感じがね、すごいツルツル。そうだね、すごいね、すするね。辛くないよ。辛いよマジで。夜に食べるラーメンって感じかな。夜ラーメンだからね、うん、熱じゃなくて本当の夜みたい。ナイトの夜な。それは熱っていうのはさ、こうホットになるよっていう意味の熱なんじゃないの。ホットになってない。体がこれを食べたら、うん、汗かくよとか、ホットだよって。いやいや、私も思いっきりホットだよ。これ熱いラーメンだから、うん、ホットにはなるけど。なって辛さでホットにはならん。そう、それは辛さが強いからね。なんだろうな、辛くないぞこれ。なんだ、思ったよりもそうでもない。ちょっと萌辛唐辛子入れます。意味が分かんないっていうのは、意味が分かんない。辛いものを食べるときは辛く食べたいじゃん、やっぱり。いやいやいや、中途半端な辛さって嫌じゃない。嫌じゃない。ん、嫌じゃない。嫌じゃないって、なんか喋らなくなってきてるよ。だって舌がしびれてるんだもん。あのね、ブルダックの方が全然辛いと思う。あれ辛かったね。ペクブルダックポックンミョンは、うん、俺舌にピリピリってきたもん。言ってたね、うん、これね、唇にも来てない。マジで？マジで。今なんかこの舌の奥と喉が結構ピリピリしてる。うん、これは普通に美味しいよ。そう、うん、だんだん胃も痛くなってきたもん。無理無理ね、すごいすごい。うん、普通に美味しい。さすが。あー、汁まで飲んだ。すごい食べっぷり。でもこれ間ぐらいの辛さって言ってたよね、うん、トゥンセイと同じ、ね、ブルダックポックンミョンとトゥンセイぐらいか、その間ぐらいじゃない、うん、って言ってたよな、ね、
でもそんなに辛くない。完勝。これはね、でもね、うん、そうでもないな。あ、そう。芯が食べれる人だったら全然楽に食べれると思う、これ。あ、そう。うん。そうなんだ。うん。でもまあ、芯食べたことあるんだもんね。ある。芯はここまで来なかった。いや、辛かったのかもしれんね。あ、そうなの。もうだいぶ前に食べたから覚えてない。あ、ね、うん、まあでもこれ本当美味しいわ。だけど激辛っていうほどではないわ。あ、そう。あ、ちょっとね、まあ俺もそこまで強くはないと思うので、俺も敬遠するものはあるけど、うん、まあまあさらにねチャレンジしていきましょうか。そうだね、次のトゥンセが怖いよ、うん、ということでね、はい、皆様ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おっとぎ夜ラーメン完食でーす。ということで、はい、我らやさぐれないと、うん、もう今月か、今月、うんうん、6月30日、うん、元クリスタルキングの田中正幸さんのバースデーライブで、はい、うん、オープニングアクト、名古屋のね、はい、ボトムラインジャパンで開催されるね、はい、バースデーライブにオープニングアクトで出演させていただきますので、はい、もしもしね、ご都合がよろしければね、うん、まだチケットピアであるかな、うん、募集してると思いますんで、ぜひぜひこのやさぐれナイトを見に来てください。はい、メインチャンネルの方はこちらの方に貼っておきますのでね、この動画の高評価グッドボタン、はい、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回もやさぐれチャイナ、チャンネル登録よろしく。